オブジェクト7 7 5とは1964年ソビート連邦で試験的に製作されたミサイルを主兵装とした戦車である。ロシア語では誘導式のミサイルでもロケットと呼ぶためロケット戦車とも呼ばれる。このロケット戦車は極度に全高が低く低姿勢であることが特徴で全高1.75メートルという砲塔を持つ戦闘車両としては 異例の停車口を実現している。2名の乗員、操縦士と砲手はいずれも砲塔内に乗車し、乗員区画はそれぞれ別個になっており、完全に独立している。砲塔右側にある操縦主席は、砲塔の回転方向とは、独立して旋回させることができ、特定の方向に固定することもできた。このため、操縦席は常に前方を指向し続けることができ、 操縦手は手法がどの方角に向けられていても常に前方を見て操縦できるようになっていた。駆動装置及び走行装置には T-64 と同一のエンジン及びトランスミッションを用い、離体と天輪も T-64 と同一のものが流用されているが、喧嘩装置は油気圧式の可変型サスペンションが用いられた。 1962年から1964年にかけて開発が行われ、試作車が完成し実用試験が行われたものの、この革新的な設計の戦車が採用されることはなかった。試験で明らかになった問題として、車高が低いことと引き換えに乗員が戦場を見渡すために得られる視界が貧弱だったこと。 全体的な設計の複雑さ、またミサイル誘導システムの低い信頼性が挙げられる。1968年には、ディーゼルエンジンの代わりに2機の GTD-700、カスタービーンエンジンを搭載した派生型のオブエークト 775T が開発されて試作車が製作されたが、やはり採用はなされず、試験のみに終わった。制作された、オブエークト775の試作車は、 区ン化戦車博物館に収蔵されて2015年現在も現存している。本社の主兵装は d 1 2 6 1 2 5ル m、mm、史付きロケットランチャーで 2E16 に軸式砲安定装置を備える。赤外線ビームを用いた誘導方式を持つルビン対戦車誘導ミサイルを用いた時の最大射程は4トル。無誘導のロケット補助推進榴弾。 バーを用いた時は 9km だった。D-126 は第9設計局によって開発されたもので、一見すると通常の火砲に見えるが、作薬を用いて砲弾を発射する砲ではなく、32条の戦場を備えたロケットランチャーの一種である。6プラス1発を収容する回転式、自動装填装置を備えた半自動式で搭載弾薬は、 ルビン対戦車ミサイルが24発、バーロケット補助推進榴弾が48発である。発射速度は、ルビン使用時には、毎分4発から5発、バー使用時には、毎分8発から10発となった。ルビン対戦車ミサイルは、射程 4km において、水平から60度に配置された装甲に対し 250mm の貫鉄能力を持っていた。このか副武装として、 主砲右側に SGMT 7.62mm 機関銃要砲同軸式に装備している。ソビエト軍では OVA-975 の他に QM15 対分対戦車ミサイルを砲塔に装備した IT-1 同じく QM15 ミサイルを T-64 のものを流用した無砲塔式の車体に2機の 2A25 モールニア 73mm ロケット砲と ともに搭載した287ガンランチャー式の手法を装備する757といった各種のロケット戦車を開発、試作したが量産され実戦部隊に配備された車両は IT-1 のみであり IT-1 も1965年より1970年の間に2個ロケット戦車大隊で運用されたのみである。これは 不評が傾向する、もしくは、軽車両に搭載して運用できる軽便な対戦車ミス。ありがとうございます。